バキドコとグンピーです。100年前の下ネタを見てみよう。ああ、これは僕ちょっと興味あります。うん、100年前。まあそうですね。時代で言うと、まあ明治大正あたりになりますけれども。はいはいはい。まあまあまあ。え、今と違うんですかね、今の。下ネタの感覚も違うか？今の、よろしくビーみたいな。違う。違う。岩作。今の下ネタの。岩作で。なんとなく昔の方がそういうの厳しいと思っちゃうけど。どうだ、どっち豊かな気もするんだよな。おお。どうだ、どっちもあるよね。明治大正時代ですと、うん、そんなにこう表立って言われるようなことはないと思うんですけども、うん、まあ、学生の中だと言われている言葉があったりするみたいで。はあ、なるほど。旧制高校生が使っている用語っていうのが正しくて、はい、へえ、何歳ぐらいになるんだ？僕が20歳ぐらいまでいたぐらいの年齢だったらしいんですけれども、まあそういう中で使われてた言葉があったっていうのがなんか文献があるようでして、で、その中だと、下ネタに限らずなんですけど、ドイツ語が元になってる言葉が多い。ドイツがやっぱ仲良かったし、ってことなんでしょうかね。まあ愛媛もドイツ？ああ、そうだね。そうだね。まあなんで、まあ旧制高校通ってるっていうだけで、まあ結構多分、この時代だと、インテリ側なので、そのインテリの中での、まあ、ドイツ語で、こう、自分たちだけで、こう、認識を取るみたいな。あー、なるほど、なるほど。軽いやつで言うと、可愛いとか美しい美人を、シャンって言ったらしいんですね、この時代は。シャン。シャンだね。シャン。まあ、ドイツ語、まあ、ショーン。っていうところから、なまった言葉と言われてるらしいんですけども、で、美しい瞳と、まあ、シャン。で、その中から、まあ、例えば、バックシャンは、うん、後ろ姿が美しい人。ああ、前は可愛くないっていう。はい、ああ、そんなこと言ってたんだ、当時から。ああ、マスク美人みたいなことね、今の。ああ、なるほど、なるほど。っていう言葉があったりですとか。入れ替えちゃった。シェンケルシャン。まあ、太ももが美しいみたいな言葉もあったようなので。ええー、それはでも、あれ、シェンケルちゃんだねって言ったら、まあ、その、言われた方はわかんないけど、なるほど、ニヤニヤするっつって。そうですね。結構そのフェチズム的なところももしかしたら、その時代からあったのかなっていう。はい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 。直接的な言葉もなんかドイツ語から来てて、エトバス。エトバス？エトバスっていう言葉は、生殖器という意味として使われていた。え？へえ。らしいです。エトバス見してよみたいな。どう？そうね、シラバスみたいな感じで。学校で言ってたんだ。そう、そんな方と通じてた。ベガッテン。ベガッテン、うん、ベガッテンが、まあ、セックスですね。え強っ、音。そうね、引っかかりめっちゃある。童貞が思うセックスの。これを今日からベガッテンって読まない感じするな。そんぐらいやっぱ激しい行為な気がする、うん。ベガッテンだ、これって。ベガッテン。ベガッテンって言葉があって、まあ、逆にもうこれを言いやすくしてベガルとかも言ってたらしい。ベガル、ベガルすごいね。うん。ってこと飛んでくる、あのベガルじゃなくて。そっか、まあ今もまさかはめるとか。そうね、パコルとか、うん、そういうことなんだ。ルアーやるんだね。うん、そうですね、そのコロコロ。シコール。いつか100年後、うん、シコールと。いつもそうですよ、みたいな。ええー、みたいな。で、言われてるかもね、100年後の、若き子たちに。ね、パコルって何って。うわー、これゾッとするわ。こんなん残さない方がいいんだよ。やばいよ。まさにまあ、シコールもあります。シコールに当たる、はいはいはい。旧制高校で使われた言葉。なんだろうね。ホギャルとかどうどう確かに響きはそうだよね。ベガルドとかそんな感じだもん。うん、まあ、これはですね、シュライベン。かっこいいシュライベン。シュライベンかっこいいシュライベン。シュライベン、そうそう、かっこいい響きですけど。まあ、これはドイツ語の。シュライベン、見てなかったっけ？トラウデン直美じゃん。すいません。これドイツ語と書くっていう、うん、まあ、ライトですね。はい、文字を書く方の言葉から来てて、だからマスを書くっていうんで、書く、うん、そう、ライトの書くをドイツ語にしたものを、から取られた言葉らしい。マスを書くは当時からあったんですね。マスを書くは普通に日本語としてあったものみたいですね。昔からずっと言葉なんだ、うん。シュライベン、うんうん。シュライベンめっちゃ良くないですか？シュライベン、ヒロキでもいいよ、マジで。本当に。いけるぐらい。
わかんないもんね。そう。まあまあ、バレないからね。スライデン、ね、コンビ名、買いましょう。スライデン。うわぁ、やだなぁ、シコルなの。ただ、スライデンの、土岡です。クラフィゲスで。うん、スライデン。確かに、バレなかったらいけますけど。すごい響きが確かに。バレたらバキドウよりやばいですよ。確かにそうだ。そうだ、今よりやばいんだ。これちょっと逆になるんですけど、その今だと、なんかやばいとか、なんかすぐ口にしちゃうような言葉、うん、若者言葉的なもので、まあ、本当に極めて喜ばしい状況で発する言葉として記録されてた言葉が、うん、えっていう。え嘘えっあの、エッチの時の、えっ、うんそう。あの絵が？あの絵が言われてたらしくて、なんか記録とかだと例えば、もう学生なんで、まあ、一元休校だったように対して、えって言って、喜びを表してたみたいな。へぇー。はぁ重複することでより強調されるっていうことになってたらしくて、はい、もっと嬉しいと、えって言ったりしてたらしいです。へぇー。はぁ逆にそれが、まあ、今となってはその、なんか、エッジの絵みたいになってるっていう言葉になってるっていう。はい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 、はい。ちなみに、絵は、その、えつ。あの、えつ。えつから来てるんだし。感じがあるんだ。えつなんだ。どうなんだろうね。でも昔、例えば大正時代でさ、はい、僕らが知ってるのって言えば、その谷崎潤一郎のさ、あ、はい、あの、知人の愛とか、うんうんうん、で、すごいエロい本として発禁処分になったみたいな、あれですよね、ナオミっていう女の子を、うん、まあ、その主人公が、あまあ、そのちょっと、まあ、メトリタイというよりは、ちょっと口飼いたいぐらいの感じなんですよね、うん、で、一緒に、この子を俺が世話するんだっていう、だんだんそれが裏切られていくっていうね、うん、そのナオミの方がどんどん男より上になっていくっていうのを描くのが、ハレンチだ。で、その特にハレンチのところが、っていう、うん、もう楽しみにして読んだんだけどさ、ナオミってやつがさ、最後その、主人公の男がもう本当に、私何でもしてくださいみたいになってるんですけど、に対して、って息を吹きかけるんですよ。うん、で、その男が、息ありがとうございますみたいな。息をふってかけるっていうのが、なんでハレンチなっていう、扱いだったっていう、この、もう本当に。でも、当時の大将の人たちはもうナオミみたいになりたいんだよ。ナオミガールみたいなことなかったでしたっけ？あ、そうですね。そう、まさにというか、ナオミズムって言葉を新しい。ナオミズム、すごい。性に奔放な女性を、まあ言う言葉として、多分。だからちょっと弱いんだよね。そのエッチな。なんか今の方が、だって、いらばちいよとかさ、いらばちいじゃないですか。例えばですよ。うん、ですけど、その、そんなのよりもだいぶ前のさ、うん、息を吹っかけるだけでエロって思っちゃう。うん、落語の湯屋版もそうじゃないですか。ああ、お風呂の銭湯の番台に行く、うんうん、まあ、女風呂とかを見、うん、たいみたいな。そうですね。そういう話だ、うん。番台を急遽ね、バイトでやって。そうそう。で、それはわかるけど、うん、そいつが自分で妄想しちゃうんだよね、うん。こんなことがあったらどうしよう、あんなことがあったらどうしよう、みたいな、うん。今だったらもうそのおっぱい見えてたらどうしよう、みたいな。うんね、そういう女性に囲まれたらどうしようみたいな感じだけど、うん、当時はその番台で会った女性と仲良くなって、うん、で、お酒を飲んだりなんかして、お酒を、自分が飲んだお酒を、ご返杯と言って、うん、向こうの人がそのまま同じ口をつけて、うん、それまた私に口つけて飲ませてくれたみたいな、うん、関節キスしたらどうしようっていうのがめっちゃエロいっていうのが残ってるっていう。まあ、それが落語の限界なんだけど、うん、一個の、なんか、これがエロかったんだっていう気はするよね。うん、確かに。そのままそうですよね。もうエロい話としてやってますもんね。ツヤ話として残ってるんですけど。今、そういう人たちがバキドウチャンネル見てくれてるんですか？シミケンのさ、ダブルフェラ問題とかさ、AV 女優がダブルフェラしててこうやってたら、片方が方形だから、チンチンがこう、片方の皮をチンチン積んじゃって、一本のこうチンチンになっちゃったって話とか、どうなんの100年後もっとやばいかもね。ああ、そっかそっか。めちゃくちゃやばいかも。あなたのセックスって言うくなら、みたいな。言うなよ。なんかそういう、めちゃくちゃもうハレンチな世界に来てるから、100年後は。そう確かにね。そうですね。こんにちはー、みたいな。うん、挨拶か。それがまずベースとして。ベースになってるかもしれないね、100年後は。大変エロいかも。そう、確かに100年前で、やっぱそういう記録、まあ、うん、実際とそんなに残ってなかったりして、で、まあ、それこそ、うん、まあ、なんでかっていうと、うん、まあこれも、諸説ありますけど、うん、まあやっぱこの頃、まあずっと、まあお見合いで結婚していくじゃないですか。そうだわ。なので、まあ、もう結婚してしまったらもうそれで伴侶がいるので、そうか。まあそこからもう性行為がそこだけになっていくしっていうので、そこに至るまでの過程みたいなのが、まあどうしてもその間、
が短いと言いますか、はあ、ないままだったりもする。なので、あの、学生の中、その、はい、お見合い結婚するまでの学生の中とかだと存在したみたいな感じで、うわぁ、残ってるの、そういう感じなんだ。学習生高校ですとか、まあ、あともう一個あるのは、女学生。来た女学生。そう、女学生。そう、女子校の方がね、うん、だいぶえぐいなんて言いますよ。そう、女の子同士だから。そうです。その女学生たちの中っていう、まあ、その閉鎖的なところであれば、うん、そういうの下ネタみたいなのも存在したみたいな、へぇー。ものがあるみたいでして、はい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 、例えばスマの裏、スマの裏、スマの裏とは何でしょう。スマタ、スマタらしいね。スマの裏とは。スマの裏、まあスマ地名なんですけど、源氏のね。はい。あ、そうです。そこから来てるみたいなんですけど、あ、うん、まあ意味で言いますと、まあこれはオナニー。シュライケンとスマノウラ、うん、ポケットモンスタースマノウラとシュライケン、そっちもないもんですね。シュライケンスマノウラ二大伝説のポケモン、オナニーポケモン育て屋に持っててもずっとオナニーしてる。まないなーっていう。まない。うん。そうですね。女学生の中だとこの言葉が使われてた。へぇー。まあ、これもあの、マスを書くから、そのマスの逆をスマ。スマ、スマの裏。マス。そう、って来てるらしい。あー。え、金曜のスマたちはどう？いや、関係ない。うん、あれはスマップから始まり、今スマイルたちの。そうですね。マスの覚悟は結構そこから広まってんだね。元々の、まあ日本語の言葉はあるけど、うん、そこからまたこう発展させて自分たちの中で言ってたりとか、ね、まあ、これは女学生にあと限らないかもしれないですけど、うん、まあ、あけびっていう言葉で、うん、その、あけびってあの、あけびの実でしょ？ああ、そうですね。エロいぞ、女性器のことでしょ？まあそうですね。まあなので、その、処女じゃなくなってしまった人のことを、あけびと。なるほどね。赤いからですね。あけびの実は赤いから。100年前の人、エッチですね。100年後の僕から。届くかな。すごいね。2000年後の君で、感じあるな。さっき言ったシャンが美人っていうところで、あ、はい、まあ、イットシャンっていう言葉だと、性的魅力がある美人。なるほど。っていうことなので、うん、なんでまあ本当にだから、これエチョーナーだと思うんですよ。ああそうだね。っていう言葉が言われ、その女学生の中で言われてたりっていう記録があったみたい。いいですね。イットシャン。え、ダレンシャンはどう？あんのかな、意味。自分で。僕の名前はダレンシャンって、作者もダレンシャンにしてる。一番ダサいよ。そう、主人公と一緒なんだよね。そうそうそう。僕の話を書くね。だって今普通のジジイだって。そうそう、みんな。エチョーナは100年後やばいだろうね。あ、うん、エチョーナ。エチョーナは100年後ウケそうだけどな。100年後のバキドロみたいなやつ。ウケそう。エチョーナって言ってたんだ。ね。エッチな女？そうですみたいな。推測できてる。嬉しいな、そうだったら。はい、うん。あと、まあ、女学生の、まあ、閉鎖的な中だからより起きえたってことなんですけど、ね、うん、まあ、S という文化。S、文化と言いますか、うん、ほうほうほう、文化。S っていう言葉がありまして、はい、これは、まあ、女学生同士が、まあ、親密な関係になるっていうこと、ね。ほう。ですね。まあ、なんで今の言葉で言うと、そう、ゆりっていうものがあったみたいで。S って言うんだね。それを S、まあ、シスターの S だそうです。ああ、外来語から多いんですかね。そうですね。シスターの頭文字を取って S と言われてた。あの子たち絶対 S よみたいな。うん。言ってたから、今それがド S の S になったりとかね。うん、そうだね。ユリもだってバラ族からのユリだもんね。ああ、逆にして。逆にしたみたいなことだもんね。やっぱいろんな言葉の由来がありますね。うん、そうですね。これも、うん、まあ、本当に実際にあってはいたみたいで、うん、まあ、言葉があるぐらいですから。はい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 、はい。まあ、それこそ、さっき言った、まあ、お見合い結婚の時代なので、うん、そのお見合い、が起こるまでの間、うん、まあ、時事的な恋愛として、その中で、女学生同士で親密な関係になっていたとかが起きたんじゃないかって言われてたりしたらしくて、まあ、結構多くて、1930年代とかですと、S の、まあ、女学生同士の親従なんかも起きたりして、うん、はぁ、すごい。それでちょっと問題視されたりみたいな、ですね、それはそうですね、時代もあったみたいですね。へー、いう形で、まあ S、まあなんでそういうのがまあ一個文化として、はいはい、まあ、今なんだ作品のジャンルと言いますか、すね、まあそれこそマリミテのような。それこそ。ちなみに、その S の
あの、もう一個派生版で、まあ、オメっていうのもあったらしくて。おお、そうじゃん、それじゃん。いや、オメは、その、女学生同士の中でも、その、上級生から下級生にっていう。女学生の中での、まあ、そういう恋愛感情に近いものが生まれるみたいなのが、うん、ちょっと、まあ、文学的な、文学的な、はい、まあ、作品の、まあ、一個の題材にもなっている。面白いですね。はい、確かに、ね、あなた文学部だからわかるでしょうけど、うん、その、うん、日文ってちょっとそういう私文学、はい、うん、ね、の流れって、ちょっと日本と海外違う、ね。で海外は ね、自然に書くけど、うん、日本はめっちゃ暴露するみたいなのが。うん、そうね、明治時代とか。田山家庭が、ね、うん、布団、ね、女性の布団の残りが嗅いで、うん、そうね、を書いたからすげえ、うん、みたいな。なんかちょっとその感じあるね。うん、うん、あの頃の、うん、でもそれがハレンチだって、布団を嗅いだのが、なんかうんってなるなんて、うん、今からしたらまあなんてことないというか。確かに、そうか、やってることはそんなでもないけど、要は秘密を言ったっていうところに、みんな反応したのかね。そうなのかもね。そうか、すごいセンセーショナルだよ、うんうん、ってなったわけだな。ちょっとこれまた余談なんですけど、はい、ギムナジウムっていうのがあって、まあそこも本当にずっと小さい頃から大人になるまで、その施設で、こう、うんうん、まあ、学習するっていうような制度があるんですけれども、はい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 、まあこれも結構文学とかの題材になっていて、丸山、そうですね、うん。まあこれは本当にギムナジウムものの書体とかがいっぱい、ね、あの一個あるんですよ。はい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 。ここは本当に男の子だけが集められて、ずっとその全寮制の学校でやっていくっていうところなので、まあそういうそれもその中で。まあそういうこう疑似的な恋愛が起きるんじゃないか。はいはいはい、はい。まあこれは実際そんなにこう言葉として残ってたりはしないんですけど、そういうのから連想して、はいはいはい、はい。まあ、ギムナジウムものっていうのがありますので。ギムナジウムはね、はい。まあそれにまた近いのかなって思いましたね。なるほどなるほどなるほど。まさにショタコラムでした。ショタコラムのページ。調べた感じだとやっぱ明治とかだと本当にそういう学生のやつとか、しか、まあ、なんかそんなにこう出てこなくて、なるほど、ね、まあ、対象になってからちょっとずつその、もう世間全体の流行語的な中に、まあ、ちょっとその下ネタ的なものも入ってきたり、してきていて、まあ、それこそ、ナオミズム、先ほど、はい、ナオミズム、まあ、知人の、はい、はい。愛のところから来た言葉があったり、うん、着陸っていう言葉が流行った。着陸、はい、着陸、エロそう。エロそう。めっちゃエロそう。なんだと思います。飛行機の着陸の。いや、もう。はい、まあ、その漢字そのまま着、その着陸なんですけど。どっちもある？僕は、男が要は重なって、するような瞬間の。着陸挿入した瞬間。うん。僕は中出し及びガンシャだと思いましたね。およびおよび中出し及びガンシャって全然違う。同時にはできない着陸。静止目、静止目線で。静止、静止を飛行機に例えた時に、着陸っていうことなんじゃないか。これはですね、まあ男女がホテルに泊まることを着陸と言ったらしい。二人でまあ、そこに落ち着きましたっていうところを、着陸したよっていうような言葉が使われてた時代があったらしい。昨日は夜着陸したよ、無事みたいなね。やるんだ。こんな、その、なんていうか、言うことあるんだって思ったのが、はい、SS? アルファベット二文字、SS っていう言葉。ほうほう、さっきの S とまた違い、うん。なんかちょっと対象で流行ったっていうのが。ありまして、犬僕みたいなのじゃなくてシークレットサービスあれじゃなくて略なのかな、あ、略なのかな、略としてはなんか書かれてなかったんですけど、あ、はい、セックスってことはあるのかな、まあ、セックスする SS、 あ、ちょっともしかしたら近いかもしれないですけど、はい、SS の意味が2人の女性と同時に同性愛することって書いてありまして、ほう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 、さっき Sを2個同時にやると。そうかもしれない。なるほど、じゃあもう、そういうことだ。へぇー。なんで、そういう言葉があるってことは、そういう事象があったのかな、っていう。そうだね。3P とかも多分、何年、100年後には多分、変な言葉って言われると思うよ。そうだね。前向きな言葉、3P だな。確かに、なんで数字にアルファベット1個つけてるの？ね、なるかもね。もうちょっと後になりますけど、うん、このことで、下ネタがあったといえば、まあ、軍ができてから、例えば海軍とか陸軍とかの軍のその中で、それこそまた隠語的に言われているっていうのは。なるほど、うん、そうか。あんま言うべきじゃないから隠語でちゃんと残す必要があるのかな、うん。そうだね。そうですね。隠語をそうですね、残さないとか、うん、あと単に上の位の、例えば士官とか兵とかが、下の位の人には分からないように。
言ったりみたいな。なるほど。言葉があったりするみたいで。日本軍が。まあ、例えば、まあ、まあ、これもまた、ちょっと S になっちゃうんですけど、アルファベット S が、芸者だったり。へぇー。だから S 行ってきたよとか。なるほど。ね、へぇー。P が、まあ、娼婦。なるほど。はいはいはい。っていう言葉があったり、あと、R。R。結構アルファベット一文字でやることが多いみたいなんですけど、うん、R がその淋病。おそう性病をまあそういうふうに隠して言うみたいな。うん、R だろみたいな。うん。いや、実はみたいな。うん、もらっちゃったな。ああ、なるほどね。ともあったみたいで、あと、SK。SK? マリオの実況者で SK。めっちゃメテを決める。SK じゃなくてですか。じゃないですね。シコル？ああ、違いますね。SK は、あの、ゴム。なんで、コンドーム。ああスキン。スキン。なるほど。はぁ、ね、まあ、スキンもしくはなんか、サック。あの、指サックとサックから来てるんじゃないかっていうとも書かれてたんですけど、面白い。そんな言葉があったみたいですね。へぇ、あと、まあ、結構その言葉なんで、まあ、一文字とかなんで結構意味違ったりもするかもしれないんですけど、多分 M、その、今だとその SM とかの M って、になっちゃいますけど、うん、M が、まあ、普通にまずモテることを M って言ったりもしたらしいんですよ。はぁ、なんでもう、モテてもそう、モテて困るが MMK って言ったりするらしいんですよ。大丈夫じゃないですか。っていうのもあるんですけど、普通にその、まあ、M で、その、まあ、まだ、なんでもそれこそ男性器を M って言ってた、はいはいはい。じゃないかっていうのもあるみたいで、へまあ、その軍の、まあ、昔の文化として、なんか M 犬っていうのがあったらしくて、M 犬ご存知ですか？M 犬？どういう犬だ？犬？ね、もしかして、チンバター犬の子じゃない？いや、犬は、あの、検査の犬なんですね。海軍とか、まあ、陸軍とか入った人が、その、まあ、男性がですね、その、まあ、全裸で、その、性器とかの状態を、検査されたっていうことっていうなんかのが昔あったらしくて、子孫を残せる体なのかじゃないですけど、こう健康な男なのかっていうのをやるために、全裸にさせられて、見る。で、なんか、なんならその、まあ、これ小説なんで実際にあったかわかんないですけど、小説の一節とかだと、まあ、お前その皮被ってるじゃないかみたいなのを言われたりとかですとか、っていうのが文化として結構、軍の中では残ってたものがあるみたいな。面白いですね。M 検という、もう本当に、もうチンチン検査ですね。チンチン検査ですね。ちゃんと言った。なんですよ。で、まあこれもちょっとあれなんですけど、はい、まあ、M 検、まあそういうその身体検査して、うん、まあそのチンチンの検査をするみたいなのが、まあ題材のショタの作品も、それはありそうだな。多いですね。まあそれをされて、なんか初めてこう知識を得るもありますし、その中で出会った人たちでこう、心理的にこう、うん、なんていうかつながりを得て、余談すぎるって。みたいな、会いましょうみたいなね。なんかその時になんかね、はい、こう、なんだろう、この、うん、ね、オナホールを使って、なんかその、はいはいはい、実際に出るかやってみようみたいなので、もうオナホールのその時の、そこで使う感触が忘れられなくて、でもこいつはそのもう最高機能を使ってるらしい、どうすればいいんだって言って、その時出会ったみんなでお金を買い合って、うん、お金を集めて、みんなで一個のオナホールを買ってみんなで使うみたいな、あの、同時期もありますので。あるかもしれない。これもちょっともしかしたらね、ちょっと一個のね、題材と何かもしれない。はい、ショタコラム。ショタコラムだった。はい、入ってくるなぁ。オープニングやっぱあるのは、ちょっとね、パンパランパ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 ン。ああ、してるやつですね。そうですね。これ全然余談なんですけど、その、この間、そのライブで、その、高田ポロコさんと言ったんですけど、なんかその、バチドチャンネルの中見たら、デマポチェボの回見てくれて、うん、してくれて、なんかオープニング変わったんだと思って、なんかその時あの、多分おしゃれなやつで、オープニング変わってすごいいい、なーって思ったら、次の動画見たらまたあの、バチバチ同士でしなくて、うん、なんかすごい嫌だったですって言われました。余計嫌になるんだ。あれやるところで。変わったと思ったらまた戻ってきた。はいはいはい、はい、悪い子でしたね。すいません。やりましたけど、確かにたまにね、そういう、まあ、教養系の会話ね、うん、ありますけども。教養系の会大事でしょ。面白い。でもやっぱちょっともっとなんか、うん、もっと前の下ネタも気になったな。ああ、そうね。江戸時代とか。そう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 。昔、春画のね、会をやりましたけどね、うん。春画を見ようっていう会が、まあ、このバキドチャンネルの教養会の一歩目なんですけども。ああ、最初か。そうです、ね。立ち返ってもいい気がするな。江戸の、まあ、ちょっとなんで、ちょっと時代古かったの言えてないんですけど、まあ、昔、その江戸の頃の用語みたいなのも、
あ、でも遊んでみたい。江戸エロスじゃあ次やりましょう。江戸エロスも。江戸エロス。テラマロスって。江戸エロスやりましょう。江戸エロス。うん。いや、非常に面白かった。うん。S するかみたいなやつ。びっくりして怖かった今。誘われたのかと。S するか。シュライベン？そう、シュライベン。シュライベンと、スマ、スマの裏。スマの裏、シュライベン、覚えてください。はい。こういう言葉もあったみたいですよ。みたいな知ってる人は教えてください。ではまた。俺の名前はバキバキドーペ、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊る真剣な道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキドーペ。